お尻でございます。よろしくお願いします。いやどうもどうも、やってまいりましたね。はい、以上ですよね、我々の出し物はですね。我々の出し物以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、お尻さんです。ありがとうございます。お尻、フューチャリング謎の虎でした。ありがとうございました。虎さんは何なんですか。これはラムちゃんのお父さんという設定で、お父さんなんですね。トラの格好してるんですよ、お父さんがですね。なるほど。本日トラそのコスプレできたつもりがあまりにもクオリティが低かったんでもうそのままトラって書いちゃうということで出させていただきました。そうですよね、はい、コスプレの、まあ、男性用と女性用で分かれてまして、男性用の楽屋に入った時にみんな小池だけだ、小池だけだって言ってたら、そういうことやったんですよね。心配になっちゃって、はい、すいませんよ、本当にお邪魔させていただきましたけども、ありがとうございます。我々お尻を見せるためにこの地球上にやってきたということで。そうですよね、もうお尻振るに振るってすごいですね。はい、やはりね、シャッターチャンスいっぱいあったんで、私は、ね、横に履けました。履けてましたね。間に合うと思ったんで、カメラマンさんの気持ちは僕一番分かってるってことですね。はい、本当にありがとうございました。端っこの方でエビバーディー言うてましたね。エビバーディーは端っこでも言うわけですからね。はい、すいませんね。で、何か告知などはございますか。告知、私は上野動物園にいます。はい。設定上ですけども、上野動物園で上野動物園にいるみたいです。はい、週7います。はい、見つけたら一発で分かりますね。お二人は。あさみです。はい、知らなかったんですか。あさみでいます。ありがとうございました。私 のソロでの、ソロのワンマンイベントが4月25日に西川口ハーツでありますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと今やったトゥワークダンスも、うん、レッスンしてるんで、興味ある方は来てください。あと男性は最近私調教レッスンっていうのを始めたので、調教されたい方は何ですかそれ、来てください。ツイッターでミクリーで調べていただければ、調教レッスンダイレクトアメールしますので。できます。一番食いついたのがトラさんっていうねこれ多分すぐダイレクトメール送る人ですね。そうですね、調教されきると最後トラになるっていう正真正銘のね、調教完了ということで、お願いします。じゃあ、おしりさんです。ありがとうございました。ありがとうございます。